ピ p サレフディミトリー・バノビッチ・ P サレフは、19世紀、ロシアの文芸批評家。イエレツキー・軍ズ・ナメンスコ・イエ村の冬な地主の家に、生まれる。1856年から1861年まで、ペテルブルク大学の言語学科に学び、1859年から、雑誌、夜明けに寄稿し、1861年から、 ロシアの言葉の指導的な批評家として活動。翌年、反動的な政治パンフレットを批評した論文、シェドフェロッチの保護を受けるロシア政府、ファイにおいて、ロマノフ王朝の打倒を呼びかけ、仲間の秘密印刷所でそれを印刷することに承諾を与えた。印刷所が摘発されたために逮捕され、1865年まで、ペトロパブロフスク要塞に監禁された。 獄中でも執筆を許可され、後に有名になる論文の大部分はこの期間に書かれた。出国した時には、彼の健康は損なわれており、バルト海沿岸に保養、水泳中に溺死した。文芸評論家としてのピーサレフの立場は、チェルノイシェフスキーやドブロリューボフを、さらに求心的にしたものであり、人民の福祉に直接役立たない、文化遺産を請求に否定した。 そのような立場は、プーシキンの権威を批判し、美学の破壊という論文で、ペテルブルクの料理頭の方が、ラファエロよりも有用な社会の一員であると、主張するなど、極端な形で表され、芸術のための芸術を認めなかった。ピーサレフはロシアでは初めて、ダーウィンの進化論、コントの社会学を紹介した人物でもある。彼の理想の人物像は、考えるリアリスト、 ツルゲーネフがその作中人物のバザーロフで表現したような科学的に教育され理性以外のどんな権威にも従わないニヒリストである。ピーサレフは自然科学をより進歩的で民主主義的現象であり芸術崇拝は本質的に時代遅れの現象であるという見解をロシアで流行させた。しかし一方、レーニンはその著作、 何をなすべきかの中で、無双が諸事件の自然な歩みを追い越す場合、無双は、何の弊害もない、人間が、そのような無双の能力を全く欠いていたとしたら、芸術、科学、実際生活などの分野でどういう動機が人間を刺激するのか、私には全く考えることができないというピーサレフの言葉を引用している。 規制の権威や道徳を破壊することを目指していた。ピーサレフが、無双する必要をも解いていたことになる。金子幸彦、わけ、生活のための戦い岩波文庫、1952年、P114。金子幸彦、わけ、生活のための戦い岩波文庫、1952年、P116。金子幸彦、わけ、 生活のための戦い岩波文庫、1952年 P117。金子幸彦、分け、生活のための戦い岩波文庫、1952年 P122。金子幸彦、分け、生活のための戦い岩波文庫、1952年 P117。ありがとうございます。